はじめまして、こんにちは。スマイリー山川です。今日はフレンドとサムライスピリッツ体験版をオンラインで遊ぶ方法と、プレイの制限時間である2時間縛りの限界を突破する方法を紹介します。手順1、サムライスピリッツを起動します。手順2、メニュー画面からパーティーを選択し、パーティーを作成するを選択。その次にパーティーを作成するを選択します。手順3、一緒に遊びたい友達を招待し、招待が終わったらシェアプレイを選択。手順4、友達の接続が確認されたら、フレンドにコントローラーを渡して準備完了。あとはシェアプレイを楽しむだけ。さらに、フレンドとお互いの2時間をシェアし合えば、合計4時間プレイできる。うまく他のフレンドに規制できれば、プレイ時間はさらに増えることになります。ぜひ活用してください。この技を使う上で注意事項があります。しっかりと把握してシェアを楽しんでください。1つ目、普通のオンライン対戦よりかラグがあるので、神経質な人にはちょっと厳しいかもしれませんね。2つ目、1時間で強制的にシェアプレイが終わってしまうので、つなぎ直して継続してプレイしましょう。以上です。それでは皆さん、良いサムライライフをお過ごしください。ほぼ毎日ライブ配信、スマブラグラブルサムスピ配信、チャンネル登録よろしくお願いします。